はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではニャンコ大戦争を続きやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではスロットからいきましょうか。ほうほうほう、肥やし息ですな。おう、トカゲさん使っておきましょうね。間違えた。あ、なんか変なんでしょ。すべて使う。はい、小屋し、あと2個か。はい、それではですね、前回春だよ高校教師クリアできました。はい、生きろマンボウの方もですね、いろいろアドバイスいただきまして、無事すべてトレジャーレーダーまで手に入れることができました。ありがとうございます。ただね、アイテム使ってやっと取れたので、今アイテムないんでお見せすることはできません。まあ基本は前回か前々回にやったやり方でアイテム使っただけです。はい、それで今日はですね、特にイベントがありませんので、レジェンドの方を進めていこうと思います。はい、加工を守るもの行ってみましょうかと。さあ、どんなとこなんでしょう。とりあえず様子見。おお、いきなり顔かい。いっぱい出てきてるからちょっと縦多めにしとこうね。で、浮いてるから番長頼みますぜ。お、またなんか出てきた。早いね、出るの。ブンブン先生、マジか。ちょっと多めにしなきゃ盾を。死ぬ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 。ちょっと。おう。ちょっと。とりあえずいっぱい出さなきゃ。ブンブン先生かよ、よりによって。ちょっと盾多めにしないと。鎌倉さんも出しとこう。よし、番長まだ無理だ。盾。キリンさんは吹っ飛ばしてくれるからいいよね。たまに使えるわ。やばいな、これは油断するとすぐやられそうだ。ブンブン先生は耐えろ。早いよ、ブンブン先生出てくんのね。焦ったよ一瞬。よし、後ろに下がれ。よし、席を作った。サンディアさんも出しとこう。番長頼むぜ。お、
重くなってきたな。重くなったイコールいっぱい出たから、あ、倒した。オッケー。じゃああとはもう攻めるだけだな。また新たに出てくんなよ。しかしブンブン先生、火口を守って何をしてたんだ。まさか生徒を突き落とそうとしてたんじゃないだろうな。愛の無知にも程があるぜ。もうさすがに出てこなそうだね。よかったよかった。ちょっと焦ったよ、いきなり出てきたから。顔だけなら大したことはない。重いなあ、しかし。よーし、あー、ユーザーランク。でもユーザーランクももう少しですね。1700いきそうですね。さあ、いきなり統率力80も上がりましたね。これ強いんじゃないだろうか、もしかしたら。怖えなぁ。何が出てくるんだ。とりあえずこの辺で様子見。あれ？普通の敵だな。これはうかつに城を攻撃しちゃいけないパターンか。ちょっと止まれお前ら。待て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 、攻撃しちゃダメ。城、あー、ダメダメ。あれ出てこないからいいか。ちょっとお金貯めよう。カムクラさんはダッシュ行ってっと。ハッカーさんも出しとこう。よし、そろそろ攻めてきて。何が出てくるか知らんが、あれ何も出てこないぞ。誰も出ないね。お金を貯めさせてくれてるのか。ああ、もう追撃できない。お金貯めさせてもらおう。なんか逆に怖いなぁ。何も出てこないのが不気味。こういう時って
って大体黒いクマとかが出まくってボコボコにされたりするんですよね。違うか、コアラ。おお、波動ってきた。あいつやべえ、波動だ。波動やべえな。これ縦いっぱい出さないとまずい。下がってくれ。突進して吹っ飛ばしてもらおう。後ろに飛ばないか。よし、突進部隊。波動でもそんなにダメージは強くないぞ。突進部隊行け。よし、倒した。もう来ないっしょ。出ないよね。よし、とりあえずここもクリアだ。でも絶対難易度上がってきてるよな。どこでつまずくだろうか。おーし、おー、経験値いっぱい。あら、クリア報酬なっちゃいましたね。おうおう、次行けるのか。千里の道、難しそうだな。はい、じゃあやってみましょう。ポテンシャルロード。偵察部隊。おお、カバちゃん、カバちゃんいるなら、こやつを出しよう。特攻部隊。そろそろ金貯めとこうか。だけど結構ボコボコにやられてる。よし、さあ今回は何が出てくるよ。まさかカバちゃんだけとはってことはないでしょう。え、カバちゃんだけ。終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。あらまあ、終わっちゃった。カバちゃんだけでしたね。ちょっと拍子抜け。まあ80だもんね、消費。あ、ここも80だ。これは優秀の木って読むのかな。読めないな。合ってたらいいけど。ちょっとゴリラは荷が重いか。
番長さん頼みます。川村さん頼みます。まあここも消費80だから大したことなさそうな予感。攻めまくるか。あと一つぐらいいけたらいいな。急に上がらないでよ。よし、もう一個いけますね。はい、やっていきましょう。ここも85だからサクッとクリアしたいね。じゃなかったか。ああ、もう。先に難しいところやっちゃって、あと簡単っていう構成になっちゃいましたね。すいませんです。またこのね、千里の道もおそらく後半難しくなるでしょうから、何もイベントなければ、次回またやってみようと思います。はい、今日はもうこれで統率力が切れてしまいますので、はい、ここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。